512K の背面マッキントッシュ 512K は Apple コンピュータから発売されたパーソナルコンピュータで長きにわたるマッキントッシュの歴史の中で2番目となる製品である。最初のマッキントッシュ 128K との主な違いは搭載されたメモリの量が4倍になっただけで実質的には 128K と同じ製品であった。この大きな成長から ハットマックという愛称を持っている。この項目では、マッキントッシュ、プラス発売開始より、後の1986年4月14日に、モデルチェンジした、マッキントッシュ。日本では1985年に、マッキントッシュの代理店でもあった、キャノン販売が5 1 2系に、漢字ロムを搭載し、日本語を扱えるようにした、ダイナマックを提供していた。詳細は、 ダイナマックの節を参照。スペックは、先代の機種である 128K と似ており、512K は16ビットバスで接続された 512KB の D-RAM とモトローラ 68,008MHz を搭載している。メモリの量は4倍になったものの、これ以上増やすことはできなかった。64KB の ROM との組み合わせでメモリを 576KB ダイナマックではさらに漢字ロムをロジックボード上に搭載し、バッジもダイナマックのものに変更されている。マクペイントとマライトは 128K に引き続き、同梱された。512K が発売されてから間もなく、マクドロー、マクプロジェクト、パスカルなどのいくつかのアプリケーションも登場した。とりわけマッキントッシュ向けに作られた、マイクロソフトエクセルは最低でも5 1 2イトの、 ラムを必要としていたため、最終的にこのマッキントッシュは業務用コンピュータとして位置づけることになった。また拡張ロムを搭載したモデルは、Apple のスイッチャーに対応しており、アプリケーションの擬似マルチタスクが切り替えができる数が少ないものの実現することができた。512K が出回ってから間もなくして、Apple のレーザープリンターである、レーザーライダーが登場した。初めて家で、 DTP の制作できる環境を作り上げたが、初期のレイザーライターは 6995US ドルとかなりの高額であったため、多く個人で利用されるまでには至らなかった。Apple のシステム内蔵型ネットワークの仕組みであるローケルトックを利用することで、より手軽に複数のユーザー間と共有ができるようになった。また、百十二 k では百八十七年に発表された。 アップルシェールと呼ばれる内蔵のファイル共有ネットワークを最初期の Mac としてサポートした。さらに重要なこととして 512K で拡張されたメモリはより大きなワード文書の取り扱いを可能にしグラフィカルユーザーインターフェースをの利便性を向上させ一般的な処理も早くした。とりわけレーザーライターとラムの優位性を十分に活かした。 DTP 制作ソフトウェアであるアルデスページメーカーを組み合わせた環境が登場したことで出版業界に革命を起こし DTP の制作環境として Mac がデファクトスタンダードの地位を確立させるまでに至ったオリジナルの 512K はシステム4.1までアップグレードすることができ別途用意されたハードディスクドライブであるハードディスク20を利用することで システム5も利用することができた。512K から 800KB に対応したフロッピーディスクドライブとロムが強化された 512K ではシステムソフトウェア6.0、8までアップグレードすることができた。マッキントッシュ 512K とアクセサリー1986年4月に強化版のマッキントッシュ 512K が登場し、これまでの 512K を置き換えた。 当時すでに後継機となるマッキントッシュプラスが発売されていたため、廉価版としての位置づけであった。512K との違いは8 0 0イトのフロッピーディスクに対応したディスクドライブの内蔵やマッキントッシュプラスと同一の強化されたロムが搭載されていた。それらは新たなモデルナンバーを除いて、512K の系統では8 0 0イトの フロッピーディスクやハードディスク20も利用することができた。アップルの最初のハードディスクはもっぱら 512K での利用を目的としていたが、特別なファイルシステムが要求され、改良したロムコードを RAM に読み込ませていたために、ユーザーが実際に使える RAM の量が減少してしまう、事態が起きた。そこでアップルは本来は 512K 回していた、フロッピーディスクドライブとロム群を置き換える。 アップグレードキットを提供した。また、ロジックボードとケースコーブすべてを、マッキントッシュプラスのものと置き換える、OEM アップグレードもあった。マッキントッシュ 128K と同様に 512K も拡張ボードは備えていないデザインであるが、512K の68000プロセッサのソケットに直接、つなぐというコードで数少ないながらも、内部拡張はできるようになっていた。 これらには、スナップオンなスカジーカードや内蔵ハードディスクドライブ2メガバイト以上の大容量メモリなどがあった。フロントのダイナマックバッジダイナマックは、マッキントッシュの販売代理店であったキャノン販売がマッキントッシュ 512K に、実第1水準管ジロムを装着して1985年8月20日に発売したもの。名称は、 アラン・ケイが提唱したダイナブックより、日本で1984年4月に発売されたマッキントッシュは標準では日本語に対応しておらず、また、性能の制約上ソフトウェアで日本語に対応することも困難であった。アップルコンピュータジャパンの総代理店であったキャノン販売は、米アップル本社に日本語への対応を要求するが、スティーブ・ジョブズは欧州で売れているのに、 日本で売れないはずがない。として、真摯に取り合わない。その後、米アップル本社では、OS の日本語化に向けた検討が行われたが、いつ完成するのか、不透明な状況が続いていた。そこで、キャノン販売は独自で漢字ロムボードを開発し、ソフトウェアは、エルゴソフトに協力を仰いでイングブリッジの漢字ロムへの対応を依頼した。同時期に、 マッキントッシュ 512K が発売されたため、これをベースとすることになった。アップルは販売代理店がハードウェアに改造を施すことに反発したが、当時米国でマッキントッシュにハードディスクを内蔵して販売していた店が存在したため、それを口実に販売の承認を受けた。こうしてダイナマックはアップルから供給されるマッキントッシュ 512K に、 漢字ロムボードとダイナマックのロゴバッジを付けて元の化粧箱からさらに独自の化粧箱に入れられて89万8000円で販売された。日本国内でのマッキントッシュの出荷台数はそれまでの月50台から月200台以上になり、マイクロソフトエクセル日本語版が発売された後には月1000台を上回った。EN、タイムラインオブアップルマッキントッシュモデルズも参照。 ありがとうございます。